皆さんこんにちは。今回はハーモニープロダクツのインポートセレクトブランドの中から3ブランド5アイテムを紹介させていただきます。今回の紹介はデコでお送りします。夏本番を前に皆さんは夏を迎える準備はいかがでしょうか。今年の夏はたくさんお出かけを計画されている方も多いのではないでしょうか。今回は今年の夏にぴったりのサンダルと、この夏のお出かけや様々なシーンにぴったりのコーディネートをルックブック形式でご紹介します。今回のコーディネートでもバッグは実際にハーモニープロダクツや直営店のゼアでお取り扱いのあるブランドになりますので、注目してみてください。では早速参りましょう。1足目は人気ブランドファビオルスコーニよりスクエアトゥーフラットミュールサンダルをご紹介します。 H を横にしたようなシンプルなデザインが特徴的な1足です。アッパーにはゴートレザーを使用し、ヤギ独特の細やかで凹凸が深いシボが美しいサンダルです。片押しやシュリンク加工されたシボとは違い、革本来のシボ感を楽しみたい方には特におすすめです。またゴートレザーは丈夫で型崩れしづらく、傷も独特のシボにより目立ちにくいことが特徴です。そのためデザイン的にも素材的にも長くご使用いただけると思います。つま先は広めのスクエアなので、モダンでモードなイメージもあります。サンダルが革の素材を生かしたシンプルながらとても上品な一足なので、今回は大人なモノトーンコーデにしてみました。サンダル同様にシンプルな色の中にも上品な質感のレース素材のワンピースと合わせてみました。また透け感のあるトップスを中に着ることで、腕を出すことにも抵抗がある方も隠しながら涼しさも感じる合わせになっています。シアーの素材は今年っぽくていいですよね。バッグは夏にぴったりなアニータ・ビラルディのクロワッサンバッグを合わせています。サンダルがフラットなので、もちろん履きやすく、たくさん歩く日でも疲れづらく活躍する一足です。はっきりとした綺麗な白なので、夏の日差しでかなり映えそうな一足ですね。2足目もファビオルスコーニよりスクエアトゥーワンストラップバックバンドを紹介します。シンプルなバックバンドにメリージェーンのような甲のストラップを合わせた一足です。今までにあるようでなかったデザインではないでしょうか。店頭でも手に取る人が多く、すでに注目度の高い一足です。直線的なシルエットや細めのスクエアトゥーがエレガントでフェミニンな雰囲気ですよね。またこちらのベージュカラーはヌーディーな雰囲気もあり、大人なアイテムです。羊の革を使用することで革自体の厚みが抑えられ、洗練された上品なシルエットになっています。また柔らかいことでも知られている羊の革で作られているので、履き心地も抜群です。今回のコーディネートは大人カジュアルスタイルにしてみました。ゆっくりと過ごす休日にも最適のスタイルではないでしょうか。夏らしい色味のブルーのシャツはノーカラーを選ぶことで、すっきりとした上品でカジュアルな印象です。靴と同系色のブラウンのパンツを合わせることで落ち着いた印象になっています。またロリステンラの白のバッグを合わせることで、より一層爽やかな印象のコーディネートにアップデートしています。クロスする2本のストラップがしっかりと足をホールドし、とても履きやすい一足となっています。続いてもファビオルスコーニよりアシンメトリーオーナメントサンダルを紹介します。最大の特徴は左右で甲の飾り部分が異なる点です。右足には六角形、左足には円の形をしたレザーがデザインされています。今季のファビオルスコーニの中でもかなり珍しいアイテムとなっています。もちろん他のいろいろなブランドを探してもなかなか見つけることができない一足です。カラーも印象的なビビッドでアイコニックなパープルなので目を引きます。コーディネートの差し色にも最適なアイテムです。またはっきりとしたパープルはスエード素材を使うことで、起毛素材ならではの色の濃淡や光沢感を十分に楽しんでいただけます。今回は遊び心のある一足なので、コーディネートにもユニークなアイテムを取り入れ、身軽でラフなコーデにしてみました。
トップスにはメンズアイテムを取り入れて、カジュアルかつオーバーサイズでリラックス感のあるコーディネートにしました。ボトムスには少し細身のアイテムでバランスを取りつつ、前にリボンがついたユニークなデザインでラフだけどだらしなく見えないのではないでしょうか。ゼアでも展開中の MM6 のアクセサリー感覚で身につけられる小さめバッグは軽やかな雰囲気になります。サンダルの履き心地は36ミリヒールと低めの設定で、歩きやすいのはもちろん、希少なアシンメトリーアイテムなので注目度も高く、気分も上げてくれる一足です。4足目はヴィンテージ感がありながらトレンドを抑えたシューズを得意とするジッチョデルデュカのラウンドトゥーアンクルストラップサンダルです。つま先はレザーが差し込みでクロスになっているデザインとなっています。デザイン性の高いアッパーですが、どこかすっきりとした洗練された印象です。こちらはアッパーとライニングを貼り合わせて仕上げることで、ステッチがなくすっきりとした印象ですよね。調節可能なバックルにはシャンパンゴールドを使うことで上品な印象になっています。少しくびれたヒールなど全体的なシルエットは少しクラシックな印象があります。今回のコーデはこちらのトップスのようなフリンジなど動きが出るアイテムを一つ取り入れることで、シンプルになりがちな夏のコーデにもアクセントが加わります。またクラシックなアイテムは全体を同じテイストでまとめると垢抜けない感じに見えがちなので、トレンド感のあるアイテムを取り入れることで調和の取れた今っぽいコーディネートになります。バッグにはこの秋に店頭に並ぶ一押しのロリステンラのバッグを合わせてみました。小ぶりバッグでさらにおしゃれな着こなしになります。サンダルは 57mm と程よくヒールもあり、スタイルアップになります。最後はバガボンドより厚底グルカテイストサンダルを紹介します。バガボンドはスウェーデンのブランドで、厳選されたショップでのみ販売ができるヨーロッパを代表するブランドです。こちらはトレンドを取り入れたグルカタイプですが、一つ一つ帯幅を大きくすることでモードな雰囲気のあるバガボンドらしい一足となっています。このサンダル最大の特徴は厚みがありながらフラットな傾斜のソールです。またソールは若干末広がりになっており、デザインのアクセントになりながら履き心地の安定感へとつながっています。足首部分のバックバンド部分はベルクロになっており、スポーティーな印象もあります。今回は足元のモードの雰囲気を生かすためにブラックでモノトーンコーデにしてみました。裾がフレアがかったアイテムなので、風になびかれた時に夏らしい表情になります。またシンプルなコーディネートなので、大振りやゴツめのアクセサリーなどを取り入れることでよりモードなコーデにアップデートできるのではないでしょうか。バッグも小さめのリパーニのバッグをクラッチのようにラフに手持ちすることでこなれた感じにもなります。高さが 50mm ある一方で、傾斜はそこまで大きくないので立っていても疲れづらいのも嬉しいですよね。店頭はもちろん各オンラインストアでも人気が高く、サイズによってはかなり品薄になっております。気になる方はお早めにチェックしてください。さて、いかがでしたでしょうか。今回紹介したのはファビオルスコーニ、デュッチョデルデュカ、バガボンドでした。今年の夏に履きたくなるような一足は見つかりましたか？また気に入ったルックがありましたら、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。概要欄にハーモニープロダクツ公式オンラインストアの商品 URL を掲載させていただきますので、お買い求めの際にはそちらからご確認くださいませ。インポートセレクトの直営店ゼアや全国の百貨店でも販売を予定しております。各ブランドお取り扱い店についても概要欄からご確認いただけます。チャンネル登録、高評価、コメントどしどしください。では次回の動画でお会いしましょう。